服部とりの執務スペースを再現したメモリアルルーム服部とりは日本の建築構造エンジニア工学研究者株式会社構造計画研究所を創業建築物の構造計算にコンピュータを日本で初めて導入したまた構造設計事務所を設立し技術コンサルティングビジネスを確立し事業のビジネス展開で活躍した人物 工学博士。1926年8月7日、東京都港区青山にて、父はサブロー、母は子の長男として生まれる。5歳で父を亡くす。柳原白蓮の門下に入った母の下で、分泌力を鍛える。港区立西南小学校卒業後、1944年に、海西中学校卒業。山梨高等工業高校を経て、 1951年、東京工業大学建築学科卒業。谷口忠教授の下で建築構造解析を専攻する。卒業後は日本電信電話校舎建築局に就職。その後東京工業大学に戻り、無給の助手。夜間高校教員をしながら研究にいそしむ。1956年。 服部とりただし構造計画研究所を設立。同研究所は1959年には株式会社構造計画研究所に改称。熊本城の再建等の一連の城郭建築の構造設計を担当し、電子計算機活用の必要性を強く感じる。1959年から1960年にかけて、 米国を視察、イリノイ大学ニューマーク教授のもとを訪れ、構造工学への電子計算機導入を決意。通産省に計算機輸入の許可申請を提出し、1961年から、真空間式電子計算機 IBM1620 を導入、モジュールプログラミングという手法を独自に編み出し、コンピュータによる構造解析を受託開始。以降は、 構造解析用言語を開発。1966年、坂倉純蔵らと高速道路料金ゲートなど、高速道路諸施設を手掛ける。1975年、藤本森久や須藤福蔵らと、日本建築学会に、電子計算機利用懇談会を発足させる。同懇談会は1978年に、電子計算機利用委員会へと発展した。 また、1960年代末からは、富士通池田俊夫常務と連携し、国産コンピュータの生産にも寄与。当時、通産省の平松森彦らと、ミニコンピュータ国策会社、日本ミニコンピュータ株式会社を設立。米国データゼネラル社の日本での生産をシャープの佐々木、ただし、武田利研の武田育夫らと立ち上げた。1972年には、 ソフトウェア技術の日本での確立を目指し、日本ソフトウェア産業振興協会の会長として、ソフトウェア業の産業育成を主導した。1969年、多摩美術大学建築科で教えた。1983年1月29日、肝臓の病により56歳で急逝。2年後に発行された、追悼集、追憶、はっとりただしには、 国内外の学会、政界、産業界から100を超える機構が掲載されている。ありがとうございます。